皆さんどうもタイガです。お疲れ様です。初戦からかなりめんどくさいから来ちゃいましたが、やっていきましょう。結局この古典に戻ってくるんだよな、というわけで、レディスリーダーの裏、狛犬、やっていきます。はい。狛犬めっちゃ好きなんだよね。普通に強くて、このキャラで強ピー上がると思っている。ただ、お相手がフクロウなんで、狛犬は何も刺さっていない。なんならボコられる。ロボ側はありがたいんだけど、エルフが欲しい。耐久がね、フクロウをやれる耐久が欲しいんだよね。バクムスはダメ。寝るだけ。あ、いいじゃん。行きましょうか。これめっちゃいい札だね。足はないんだけど、メタ型エルフが袋にね、かなり有効だから。うん。可能であれば、ここでメタが切りたくないんだけど、これで欲しいんだよね。取らないと多分ドローになるんだよ。だから切るわ。本当はね、袋見えてから1体目のね、袋にメタが切りたいんだよね。ここで多分切らないと、ドローにされるんだよね。なので、ここで切ります。はい。で、うん、それ出てきたけど、まあ、でも俺は、スキルで押し込むよと。さあ、いい感じにダメージは入ってるね。それでワンパン。かなり悪くないよ。ちなみにかなり悪くない。これ寝ちゃうけどね。これはしょうがないからね。で、ここは削らせる。しょうがない。ここは削らせる。倒してもらって、コマさん行って、わあ、スキルって欲しかったな、あそこ。ゼウス来るんだ、ここ。へえ。まあいいわ、ゼウスは。ゼウスは、まあ、ぶっちゃけウェルカムではある。はいはいはい。ここエルフ行って、まあゼウスだけ倒してもらって、上のフクロウをやってほしいんだよね、エルフで。寝ないでほしいな、悟空。寝るんだよな。そうなんだよね。寝ないでほしいよ。寝ないでいける？スキルスな？打たなきゃ落とせる。オッケー！いいよ。ならば、熱いね。ここ大砲一発撃とうか。一発な理由は、そう、飛んでしまう可能性があるから。で、今回ちょっとね、思い出すが噛み合ってないね。けど？お、頑張るか？奥に流すか？これはきついよ、取り出前は絶対に。取り出前はきつくて、剣士流していこうか。うわー、それサイクロンされると引っ張られて、悟空が取り出に寄っちゃうんだよねー。ほんとは寄ってほしくなかった。けど、悟空とエルフと狛犬全部生きてるから、ここはね、俺ね、勝てると思ってる。エルフバカ刺さってるね、これ今回。えぐい刺さってる。取れるよ、ナイス。ダメージ入るだろ、どっか。一箇所ぐらい。ナーイス。エルフが、チビホアも見てくれて、まあ、チビホアってか、見たわけじゃないんだけど、エルフがいたからチビホアを切れなくて、フクロウを全部見てくれて、めちゃめちゃ良かったね。エルフ偉大だわ。ありがとうございました。まあ、持ってる。さて、お相手がデス。デス対策は、砦前をデスの攻撃を受けずに耐えることができるキャラが欲しい。ってなると、砦裏だね。亀とか。は結構熱い。で、デスを倒せるキャラはもちろん欲しい。引き込めるなら別にそれはそれでいいんだけど、クラーケンは相性めちゃくちゃいい。いいんだけど、だけどだね。まあ、行くか。クラーケンを完全にデスにカウンターできる。って前提だけど。そう、俺がいつも足を探して回しまくってる理由はこれで、ドローになっちゃうんだよ。だから、カウンターにしかならなくなっちゃって、自分から攻めれなくなるから、俺は足が欲しいんだよね。ただし、なんか、ね、相性はいいからね。欲しいね。スキルってよ。お、いいじゃん。早いよ。ならば、裏技も使って、を削ろうか。はい。悪くないよ、ここは。後ろきついね。あいつは。ただ、後ろきついとはいえだよ。このデスさえ倒せれば俺にはまだ未来がある。本当はもう起きたくないんだけど、この置き方したくないんだけど、置くしかないから置きます。俺今回死んだ、マジできつい。スキル打った。でもドック入ってるからあいつは大丈夫。これノックバックちょっと怖いから、ちょっと裏技も置いとこうか。
まあ、あの、取り出引っ掛けてるから大丈夫なはずなんだけど、なんか最近ね、バグが多くて、何が起こるかわかんないから、これで、実はこれでもワンパー入りますよとか言われたら、俺からしたら発狂もんだからね。困る困る。なので、しっかり見よう。しっかり見ようの回。倒せる。OK! ここ見ようか。で、後ろは、ああ、小悪魔に任せよう。うん。小悪魔が見てくれるのが小悪魔に任せてしまおう。小悪魔は強い。僕入れてくれれば、100点。で、エミリア余っちゃったね。ここエミリアで援護しようか。ああ、入れてくれないか、それ。ああ、入れたね。オッケーオッケー。さあ、コストが3になったけど、まだ4になってない。あと1回スキル打ったら完璧。打てるか?思い出せ。あと1回思い出したら、もう完璧のペキだね。あの前にキャラ切ってもらって。切ってこない。切ってこない。まあ、諦めてくれるなら、それはそれで俺はもうベリーウェルカム。10個収められる。というわけで、完全勝利。ありがとうございました。うん。悪くない。結構もらえた。さあ、めんどくさいキャラ来たよ。パワードスーツ。パワードはね、まあ、ぶっちゃけ、ビートルで潰してもいいぐらい。なんだけど、気になるのはパワードの裏だね。この前ね、パワード桜ちゃんと当たったんでね。めっちゃ強くて、めっちゃコスト負けしたんだよな。ただ、いやでもね、これね、流しパワードちょっときついから、ちょっとシャッフルしようか。やっぱね、迎撃欲しいよね、一枠ね。いや、違うな。カニじゃパワードに駆られるんだ。もう行くわ。これは攻めなきゃいけない。守れない。無駄的に。ウサギで行こう。で、パワードは、どうしようかな。まあ、リムル後ろから出しの、狛犬を壁にするとかもあり。ぶっちゃけね。結構面白いと思うんだけども。おい、温厚並びとかと思ったらそもそも当たっていない。おー、銀さん。リムル。そして、ああ、潰れない。オッケー。このね、リムルの強いとこ、ここなんだよね。潰して、破壊してくれんだよね。これめっちゃでかいんだよな。で、リムル、寄らないか。メギドそっちに打つ。オッケー。まあいいわ。倒して、吸ってくれた。で、これね、ああ、惜しい。このね、キャノン形態にさせずに倒すことができない。これ先行こう。あえて先行く、これ。打ち切れで、前に行かせる。で、見えたね。やばいキャラが。ワイラか。リムルとラビット残さなきゃいけないね。これもブラドラ行きたいな。あー、飛んで。お願い。トロール。あ、飛ばない。で、入っちゃうのか。えぐいな、これ。あ、でも、使わせられた。使わせられたんだけど、きついね、この後。いや、これラビットで、爆地?爆地ではないんだけどさ、切り方的にはさ。狛犬を早く使いたいんだよね。使いたいんだけど、これリムルのゲージがわかんない。俺リムルでワンパインだけまず避けたいね。トロール飛んだ。あ、タイミングミスだ。これでもね、キャラ置いていても結構。あ、やべ。ワンパンか。あ、そっか。銀さんか。オッケーオッケー、見てくれたね。ひとまず見てくれた。で、後ろのね、ラビットじゃない、あの、ナスもきついんだけど、ここであと一回こいつがこのコマさんがスキル打ってくれれば、コマさんって言うとなんか違うけどなっちゃうか?打ってくれれば、これ取れそうぞ。取れないか。まあリリスこっち行こうじゃ。まあドロやね。ガチスキル。ズバンズバン。火力タッカー。あ、ただまあドロです。この先がない。いや、これは俺がトレでワンパンなのを忘れてたのが悪い。銀さんに殴られてるの完全忘れてた。銀さんだよね、多分ね。で、見てわかると思うけど、デスにボコられます、リリスは。マジで注意、本当に。あの、リリスはね、デスクソ苦手。引っ張って、後出しできれば一方で勝てるんだけど、先出しするとね、100% ボロボロされる。何もできない。小悪魔にスキルっちゃうんでね。で、デスが小悪魔にスキルですから、一方なんだよね。デスノーダメ。さあ、行こうか。お相手、ペンギン。ちょっとめんどくさいね、ペンギン。狛犬を出しても、狛犬かなり削られちゃうから、ちゃんと見えるキャラが欲しくて。ってなると、どうしようか。
あ、ロボ缶はありなんだよね、ぶっちゃけ。あ、これでいこうか。あ、これ悪くないな。ロボがちょっと引きで置いて、ロボ缶のミサイルプラス、このバサカオア狛犬オアシンラで止める。これあり。なんだけど、ありではある。この時点ではありではあるけど、あんまね、キャラを切りすぎると痛い目見るから、ちょっとね。あ、待て。ミスった。剣士置こうと思った。押せてなかった、剣士。お、剣士置いて、で、やりたかったんだけど、さあ、いきなり来たね、ぶっぱ。ここは取れないね。しょうがない。あ、コルナは撃ってくれた。ここだけビトが行こうか。ここもビトが行って、シンラ、コマイヌバーサーカー。うん。はい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 。リリス行こう。キャラ多すぎて何が起こってるか全然わからん。けど、ここは倒せる。マジバカ、本当に。終わってる。ふざけんな、本当に。いい加減にしてくれ。そういうの。剣士と裏技まで置いたのに、全部スルーされた。取った。取りました。まあ、相手もね、かなりぶっぱだから、コスそんなないと思うんだよ。だってダメージ入ってんじゃん。白前にキメラ置いてるよ。いいよいいよ、全然いい。小悪魔だけに置けないのが気になるんだけど、ロボガと一緒に殴ってくれてるから、これ小悪魔後ろ見てくれるから、あの後ろのバサが見てくれるから、これはここでいい。これはこの位置でよくて、これで見てくれるからね。で、そのバサカーでしょうがない。これはね、もういい。だって どうせ相手止まんないから、奥俺の方がキャラ多い。大技残ってるし。小悪魔これ強くない？ここ来てくれんの。マジ偉くない？本当に偉いと思うわ。これができんのね。マジ優秀。取り立てなかった。そう、索敵がやばいんだよね、小悪魔ね。はい、ライブ上昇と。ただ、あまりにもぶっぱなんで守ってないよね、と。はい、ありがとうございました。さあ、ラスト行こうか。ラスト。いや、リリスコマイヌ強えな。マジで。コマイヌをね、早く、マックスの状態にしたいんだよね。コマイヌ軸で本当は考えたいんだけど、難しいんだよな、ちょっとな。コマイヌね、使うのがむずい。ポテンシャルはめちゃくちゃ高いんだけど、使うのがむずいんよ。これ行きたいな、俺。これ行くわ。こんな感じで。この、バフォメットってキャラが、ブラド壁張りプラスカメとか、狛犬で削って、で、逃げるじゃん。逃げた後に大型行きたいんだよね。はい、バフォメットの、いい対策法はそれ。一回逃がすんよね。飛んで？あー、飛ばないかー、残念。あ、でもなんか逮捕してんぞ、あいつ。じゃあいいか。で、ブラド締まりっすね。あ、ここ、いらんかったな、これ。狛犬だったら、ま、先に。飛ばなかったら、ずらすわ。で、ここで、上に持ってくじゃん、亀を。もう一回つけれてる？惜しいね。はい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 、トロールを無力化させて、で、ここも押し込んで、ここコーラスピナー使いたくないよね、できればね。でも、後ろ、亀使う？あ、後ろ使うか。オッケー。後ろ亀使うわ。これで枯れるなら、いいだろう。トロールはね、亀に対して強しな相性を持ってるんだよね。なので、本当はすごく苦手なんだけど、こんな感じで言ってあげれば、今回狛犬のあれだね、あんまりパワーアップできない。しょうがないけど。だから、もう一回来ちゃう。さあ思い出して、倒されたけど、いい感じにデスのあれではない。彼は悪くはない。そこも削って、これでいこうか。で、あれずれてるこれもしかして。リリス。バカタレ！バカタレおるなぁ。しかも次デスの声食らってるしな、悪縁な。よくないなぁ。下手くそがよー。すんごいよくない、これ。これはちょっとね、
出し方が良くないね。助けるってくれるか？あくん？あと一回打ったら？ワンちゃん？うん、ない。まあ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 、泥だね。だとね、意外とね、なんかね、攻撃の範囲が広い代わりに、今みたいな場所ね、体張れないんだよね。今の剣士ね、ちゃんと置いてあげないと、ギャー。はい、俺の勝ち。俺のコストいっぱいある。まあ関係ないんだけど、はい。ちょっとね、リリスも軸が下手だった。下から上結構見やすいんだけどね、上から下ちょっとむずいよな。マジで。これ分かる人いるでしょ、リリス使ってる人。下から上簡単だけど、上から下むずくない？さあ、ラスト行こうか、ラスト。ちょっと、ラストって言った、さっきラストって言ったのにもう一回。間違えてね、脳死で連戦しちゃった。これが本当のラストね。もう、バフメットやって、いつも5試合ぐらいで終わらせてるんだけどさ、連戦押して、下チラッて見たら、あ、もうやってるってなった。もう遅い。パワードね。札は強いんだけど、パワードを見れるかどうか。魔導はね、意味ないんだよね。パワードの対策にならないんだよね。いや、もう一回ますか。大型は来たんだけど、全然足来ないね。まあ、金太郎金ではある。フクロウはクソ。すごいわかる。俺は対面したくないフクロウ。めちゃ嫌い。使うのは好き。超強い。対面がね、めんどくさいんだよね、フクロウ。パワードだったら絶対問題ないけどね。ただ、パワードだったら問題ないけど、それはフクロウ対パワードの対面の話であって、他のキャラが来ちゃうと話変わるからね。取れるじゃん。早めに行ったよ。早めに行ったよ。取れるよね。惜しい。残念。ならばここに行って、レードラ行って、壁張ってあげて。まあレードラは行く。強いな。それきついんだよね、俺、今回。今回デビル死ぬほどきつい。鬼きつい。どうしようか、デビル。デビルマジで鬼きついな。いや、起きたくないな、レードラも。ちょっとレードラ残してあげたい。ユキンコか。これどうなりそうだな、この流れ。いや、きついんだよね、単純に。単純にきつくて、これ試合動かない、動かない気がする。ウルフ。ゴリリス。待って、触られるのマジない。危ねえ、危ねえ。まだワンパンじゃない。うん。けど、死ぬほどきついのは事実。変わらない。俺今回ね、ナスいるんで、はいね、即死。オッケー。射程勝ってんだよね、これ。怖いね。こんな感じで勝ってもらって。オッケーオッケー。悪くない悪くない悪くない。一応悪くない、今。流れは。ただ、デビルがいるから、俺ね、いけないんだよ、シャーク。これ。強い。さあ、あいつどうする？マジで。きついぞ。あー、待って。いらん、出しちゃった、これ。いや、いいや。サイスケはスルーでいいか。そこは大丈夫。サイスケスルーしたいんで、俺。サイスケはスルーしたくて。削れてないのか、ここ。を倒して、生きてる、まだ。シャークおっか。一旦ね。お前のは生きてるぞ。頭は殴んない。スケートも体。惜しいなー、惜しいなー、惜しいなー。今、後ろに出したシャーク、シャークじゃなかったらワンチャンあったか？前にキャラ置いたらワンチャンあったか？惜しかったなー。受けない。はい。というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。結局俺はね、今このリリース狛犬固定が一番好きです。今回でも多く出てこなかったな。なんで出てこねえんだよ。おかしいだろ。多くめちゃ出てくるから狛犬使ってんのに。で、まあ、多くに対してもすごく有効で、まあ、すぐね、解除しまくってくれて、まあ、4コストになるとめちゃくちゃ強くなりますと。はい。ただ、その4コストになるってことは、後半になるんだよね。当たり前だけど、序盤に解除しきれないと、いけないんだけど、序盤になかなかね、有効なキャラ来ないと出すタイミングがなくて、まあかなり難しい。ちょっとね、難易度の高いキャラなんだけど。で、後半4コスト2台ってなると、ちょっときついんだよね、コストがね。最後の試合とか、まあサイスケに別にナス当てる必要ないんだよね、あの時間は。ないから別にいいんだけど、じゃあサイスケじゃなくて、じゃあメタカだとするじゃん、あれが。メタカだとすると、ちょっと危ないよね。狛犬来た瞬間にメタカ出てきて流されてみたいな。やべえ、ナス間に合ってない。コスト3だったっけ ?4 だったっけ、やべえ、足りねえみたいな。ことになりうるんだよね。そう。こういうのがあるから、ちょっとね、4コスってなると重くなっちゃうんだけど、だから、
コスト回復が遅くても、コストがあるうちに相手にコスト使わせるために、早めに切りたいのは事実。ぶっちゃけね、このキャラはね、相手にキャラを使わせるために切った方が強いと思ってる。4コストになったら。はい。というわけで皆さん、今回もご視聴ありがとうございました。よかったら皆さん、チャンネル登録の方、ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったら、ぜひご視聴ください。それでは、お疲れ様です。